こんにちは。こんにちは。黒ダル、使ってますか？冷血ダークダルターニャ。あれトップクラスに強いらしいね。はい。ただ強いと言っても霊夢さん、どれくらい強いのか、どうせわかってないと思うので。どうせとはなんだどうせとは。今回、強さがわかる比較動画を紹介します。黒ダルなしの場合。上陸には帰れない。確かここって、レジェンドステージの中でも、特に難しいステージだよね。はい。どうですか？勝てると思いますか？まあ難しいとは言ってもキャスリーいるし、最近お気に入りの麦わらテサランいるし、負けはしないんじゃない？麦わらテサランでラッコのフルボッコを殲滅。いい感じ。城を攻撃してボスが出現。ラッコにトナカイにいるかか。壁が瞬殺、麦わらも瞬殺です。あら、ならば黒ガルとキャスリー召喚。その後キャスリーと黒ガルでラッコを殲滅しますが、イルカとアリクエにやられます。イルカとアリクエ強くない？トナカイもだけど。そうですね。特にこのイルカ娘が、遠方範囲攻撃持ちなので、壁キャラが全滅してしまいますね。そうこうしてるうちに、ラッコとイルカが増えてきて崩壊します。というわけで次、黒ガルを入れた場合。ちょっと待って。もう一回やっていい？え？は、はい。イルカをできるだけ早く倒さないといけないはず。イルカが近づいてきたところで、ここだ、麦わら。ゴム猫と狂乱ゴム猫で前線を維持。何回か攻撃当てればイルカを倒せるはず。倒されました。え？イルカの遠方攻撃が届きました。こんなすぐやられるの。というわけで黒ガル編成時。いやーさすがに黒ガル入れるだけでそんな変わらんと思うけど、とりあえず出してみるか。黒ガル、白い敵に超ダメージ持ちで、攻撃力13600の3倍で約4万。さらに HP 減少時、攻撃力はその2倍の8万ダメージ。ここまでなら麦わらや猫ムーとも、同じくらいの攻撃力ですが、黒ガルは遠方範囲持ちなので、ボスと取り巻き全員まとめて攻撃できます。これがめちゃくちゃ強い。城を攻撃しているかやトナカイが出てきました。大丈夫かな？なんか早く出しすぎた気もするが。ここでトナカイとラッコを撃破。え？早い。え？あとイルカとアリクイだけ？そうですね。そしてその後やられることなくアリクイとイルカを撃破。その後、敵も増えてきますが、黒ガル含むこちらの攻撃の方が、圧倒的に早いです。なんか黒ガルいるだけで一戦目と全然違ったんだけど。白い敵がいるステージは必須。というか全ステージで活躍可能な壊れキャラです。これは強いわ。というわけで黒ガルありなしの比較動画でした。個人的にこのステージが一番、黒ガルが活躍したところだと思います。ご指摘、アドバイスあればコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。